回目より2つの玉筋。はおいやいやいや、何のやつだったんですか、その一瞬だけ見切れましたけど、逆これ合ってる、合ってます、逆になってる、合ってる、はい、玉筋第100回でございます。素晴らしいことです、これは。おめでとうございます。おはようございます。本当に1年、2年、そうっす、もうすぐ2年ということで、はい、2年間かけて、皆様とスポンサー様と皆様のおかげで、はい、なんとかやってきましたけども。確かにね。ということで今日はこちらにもありますけど、はい、抽選箱で、はい、プレゼント抽選会を中心に行っていきたいと、うんうん、それから、もう早くねこれ紹介しなきゃいけない理由がありまして。何でしょうか。前回募集した、生放送中に100回チャレンジ、あ、うん、そうか、というものを募集したところもいっぱい、はい、来たので、はい、早めにどれやるか決めないと時間が迫ってきます。生で決めますね。そうです。うわ、これ決めたことを100回、これとは別にね、マジか、数えていくということで、はい、じゃあまず整理タイムを入ってください。よし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 、ありがとうございます。100回、舞台券もやるんだ。舞台券もやります。だからマジ時間ないじゃん。逆にサクサクいかなきゃ、はい、で抽選が川上健進さんの時覚えてますか。覚えてますよ。100何人来て、うん、もう読んでは、ね、確かに、読んでメモしてっていう、はいはい、あれがあるんで、やばい、早く抽選の時間がもうだいぶ、確かに今回もですね、延べ16通の、玉筋のプレゼントとなるとそのぐらいしか来ないということで。あとちょっといいですか。ちょっと100回にして画角キモくないですか。今度安楽によって、ね、確かに珍しく荷が重いよこんな。もうちょっとじゃあこっちによる。ちょっとヤカブカメラちょっと変えてきて。あ、カメラの角度じゃあちょっと曲がってるね、確かにね。あー、おあ、おー、いい、おい、お前行き過ぎたか。あ、お、お、まあまあいいでしょう。あ、いいでしょう。まあいいでしょう。はい、ちょっと見切れる。改めて第100回でございますけども、はいはい、オープニングのデール来てますので、はい、読みたいと思います。はい、玉筋ネームは非公開でお願いいたします。え？玉筋の皆様、こんちんちん。あいつだー。あいつやろ。100回放送記念おめでとうございます。わー、すごい。ありがとうございます、はい。お祝いの品を送りましたので皆さんで堪能ご堪能ください。ですか。ということで、もう早速何が届いたかお見せしましょうか。はい、そのこの方からですね、こちらのが届きました。段取り悪い。段取りやったでしょ。言ったドドン。あれ、あ、そうなの。出してねって言ったのに。ドドン。いい聞こえてるか。なんとこれ4本を1人1本分送ってくれたんですけども、はい、すぐさまこれを見てですね、はい、青年隊セブンイレブンに走りまして。はい、氷と炭酸水を買ってきて、はい、今いただきながらありがとうございます。ということで、うん、飲む時だけマスクを外して、はい、だからなるべくバラバラに外して、ね、はいはい、乾杯をしますか。じゃあ乾杯だけしましょう。人が飲んでる絵では飲めないってことね。そういうことです。なるほど、うん、じゃあ非公開さんありがとうございます。斉藤さん、ありがとうございます。斉藤さん、斉藤さん、斉藤さん、コンチンチンって言う人だっけ。コンチンチン言う人、僕のシーンさんかと思ったけど、いや、なんか無理をしようとしたんですかね。ダメだダメだ、一人が外してると残り3人だから、今この状態だと誰も飲めないから、ね、あなたが外してるとき、うん、ごめんなさい。おいしい、喉乾いたな、うん、おいしい、おいしいか。だから何もないならすぐ行かないと。ブーでもすりゃいいじゃん。ブーすら終わったら、どうせ何もないの。いや多いっていうか、また2人の2人が始まったから2人に任せちゃいました。時間早く決めなきゃいけない。確かに、何もない。まずこれお便り来てます。はい、片岡さん、はい、どんな投稿でも面白くする切り込み方が素晴らしい、はい、さらに玉筋リスナーを盛り上げていってください、はい、あれさん、はい、たゆまぬ笑顔と楽しいイラスト、見ているだけで安心、うん、心安らげます、はい、ポストカードもありがとうございます、はい、ありがとう。安楽さん、はい、居眠りしててもいいです。もはやあなたの寝顔は玉筋の画角を彩るモニュメントです。うわ、めっちゃいいこと言うやん。玉シャブさん、お、もう少し静かにしてください。おーい。お前がコンチンチンとか言うからっすよ。だから、これからも変わらぬ楽しい番組作りをお願いいたしますと。斉藤さん、ありがとう。ありがとう。おいしいです。バレてしまいましたけども、ありがとう。それから、マキスケさんから、これ先週の放送終わり来てますね。はい、あ、そうですか。久しぶりに姉妹揃ってみました。おー、安楽氏が耳に洗濯バサミつけて、取った後の形を見たあれさん、セミの裏みたいってボソッと言ったのが面白すぎて今日一笑いました。楽しいことなかったっすか。今日一ベストオブ。確かに言ったボソッと言ったんですよ。ボソッと言った。なんか記憶あります。僕のこのマイクでしか拾わないから言ったはず。例えが独特なのは芸人様あるあるなのですかと。
いうのとですね、今日も来てまして、はい、玉筋放送100回おめでとうございます、はい、月曜日が楽しみで毎日頑張れています、はい、これからも楽しみにしています、うん、先日なかなか寝つけず久しぶりに YouTube を開いたら、うん、あれさんがラウンジ藤野さんでお手伝いしてる動画がおすすめで出てきました。お、乗ってるんだ。あの方編集してあげるって言ってましたね。なるほどね、はい、4ヶ月前のもので今更ながら拝見しました、はい、うん、あれパンツ一丁になってるやつじゃない、もしかして、まあ、着替えとかも食べた。そうです、私的に一番ありがたい映像は、うん、オープン前の着替えシーンです。使われたんすか。可愛らしいお腹が映っていました。休みが取れなくて行けなかったのが今でも悔しいです。あの野郎。ということで、まあ、あれさんのファンからしたらオフショットというか、そうですね、まさにグラビアですよね。ふざけやがって、ね、100回を決めなきゃいけないのに何も100まだ来てないですけど、そうですね、まあ、しょうがない、のりこのりなさん、はい、お久しぶりです。玉筋ファミリーの皆さん、こんばんは。こんばんは。先週の放送終わり11時に来てます。あ、素晴らしい。久しぶりに玉筋を見ました、はい、すいません、うん、改めて笑うことの大切さを知りました。うわ、めっちゃいいこと言うやん。やっぱり玉筋は楽しいです、はい、安楽さんの耳と鼻に大鍋常さんが薬を塗ってくれると思うのですぐ治ると思います。いや、やっぱ健在ですね。健在です。健在です。この投稿欲しいね。欲しかった、欲しかった。面白い、面白い。まだ100回まるまるは来ていないということで、はいはい、まだ来てない。玉筋ね、ムーマの息子の父親、ガタオカさん、はい、アレさん、玉筋青年隊の皆さん、こんばんは。こんばんは。合わせて読売2つ TV ライブで巨人勝ちました、うん、通算2勝目おめでとうございます。あ、ありがとう。ドラキッツさんのコラボグッドエーでのライブ楽しみにしています、うん、はい、ぜひ来てね。あ、来ました、オープニングお便り。お、50分の生配信中に達成できそうな100回まるまるするを募集します。はい。案1、はい、ガタオカさんの関係合格も祝して、はい、ガタオカ関係合格記念超簡単な漢字読み書きを100問連続答えろ。小学校1年生の漢字ドリルを玉筋メンバーが出題、うん、ガタオカが全問合っていれば玉筋認定、うん、1つでも間違えたら罰ゲーム、うん、じゃあそれにします。何が楽しいんだよ。それで小1の問題ドリル100問ダメ。右とか言ってるの、僕は右とか言うってことだ。飲んでるでしょ、その間ビビってんの。それで飲んでる。玉筋、あ、ま、案に、はい、玉筋にちなんで、はい、けん玉連続100回に挑戦。紅白歌合戦の要領で、まあ、玉筋メンバーが連続100回入れたら OK、 失敗したら1からやり直し。時間内に終わらなければ罰ゲームと。1回も無理だと思う。そうですね、その時間がずっと罰ゲームみたいなもんですからね。これはじゃ あ、 まあ一応案としては、そうですね、まあ一応、ね、今候補2つだけしかないです。そうですね。じゃあどっちかしか言わないんですよ。もし他になかったらこのどっちか。そうなります。それから玉筋ネーム、なんとマーティンさん。あのジップマーティンですね、50分内に100部、うん、おー、だからわんこそば式で僕の可能性ありますよ。ただ50分で100部ってことは1分に2部しなきゃいけないわけですから。なるほど。でも7分経ってるから。なるほど。でまだ1回しかやってないよね。1回しかやってない、うん、これ今からペース上げてくるにはだいぶ酸欠になります。すんごい。確かにいいですよ、うん、そのチャレンジしても、うん、はいはいね、まあ、それも一応だから、まあ、番組ならではですからね、はい、それから復活パンダさん、はい、4人で合計100回合言葉チャレンジ。ほう、放送中4人で合計100回言えそうな言葉をそれぞれ決めて、はい、放送中に100回達成目指すのはどうですか。例、あれさんブー、大鍋常さん I'll be back、はい、安楽さんできんです、はい、ガタオカさん安楽寝てないなどということで、ブー100じゃなくて、はい、おのおのの持ちゼリフを25回ずつ分ければいけんじゃないか。あ、そういうことですか。あ、同時に出ることもある。なるほど、なるほど、あ、なるほどね。石井さんの持ちゼリフそれなんですか。え、寝てない。確かに、持ちゼリフだな。ゼリフどこ見てんの。確かに、なんか25回寝なきゃいけない。確かに、そうですね。確かに、I'll be back とブーなんかね、調子に効くから最後、確かに確かに、最後の1分間取り戻す。いやいやいや、めちゃくちゃ最悪なやつかも実は。これ振り分け方式。はい、なるほど、なるほど。それから玉筋ネーム植物パイセン、はい、はい、先週から見てくれてる、ありがとう、ありがとう。こんばんは、まあ、玉筋放送100回おめでとうございます。ありがとうございます。オープニングお便りの100回まるまるするですが、はい、トーク中に100回回と言えるかチャレンジするのはどうでしょうか。回、回、買い物、貝殻、まるまる何回、なるほど、など音が回の言葉なら何でもありです。100回だから、なるほど、集計が難しそうですが頑張ってくださいということで。なるほど。今のところ回とは言ってない。さっきチンチン言ってないんかい。あ、1、これ1、これカウントしてから、はい、
チンチンかわいいってどうぞって本番前言って、はい、あのかわいいです、あれ、はい、あ、じゃあ2位ですね、かわいいでしょ、うまいんかい、おお、うん、会話になるかな、確かに今のも会話になるか、会話の回、あ、会話の回、あ、余裕じゃん、余裕じゃん、結構回数重ねてますね、これ意外とね、買い物行ってくれてありがとうね、あー、どうも、それはもう考えたらオープニングからずっと言ってますね、100回だーって言ってるかもしれない、確かに言ってる、確かに、でもいいかも、これ確かに、あ、これいいですね、今のはなしです、これあ、なしなんだ、スタートって言ってます、あ、なるほど、面白いですね、100回100回面白いですね、玉筋ネームコルレオネさん、オープニングお便り、皆さんこんばんは、こんばんは、ヤクルトの村上はすごいですね、はい、村上はドラフトでヤクルト、巨人、楽天の抽選だったので巨人入団もあったわけです、そうだわ、なるほど、さらに外れ1位だったので12球団どこでも単独指名できたんですよ、確かに確かに、惜しかったですね、いや本当にね、ため息100回お願いしますうまいね、なるほど、まあ、確かに本当ですよ、あんなに打たれちゃうとねそうですね、村上のホームランの数だけため息でもいいぐらいだよね、なるほど、ね、それでも大変ですよね、通算150、はい、150だっけ、通算、あ、通算、もうその打ってんの、あ、もうそんな言ってんの、最年少150ですよね、でしたっけ、あ、よかった、言ってます、素晴らしいですね、ため、まあ、元気なくなるね、乗り物じゃない、100回にすごいこう、確かに追い込んじゃう回になっちゃうね、はい、行きましょう、魂ネーム武蔵前のりっぺさん、はい、100回大好きだと叫ぶ、おー、青春、いいね、どんな感じで叫ぶか皆さん1回は言ってくださいってことで、ちょっと、あ、なるほど、各々の大好きだ、大好きだー、大好きだー、なるほど、大好きだ。おい芸人さん、芸人さんたちが最後嫌がるってどういう、最後嫌だなじゃなくて、そんなことある、そんなこと、珍しい、逆にお笑いでしたね、逆にすごい、いいよ、3回目あるから言っちゃっていいよ、本当に、大好きだ。ずるい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 、面白い、大好きなら4回目やっぱ怖いんすか、ずるい100回言える、大好きなら100回言う、大好きだ100回、ポジティブだ、100回目なんか超大変だよマジで、あ、変えていかなきゃいけないの確かにね、おのおの違う100で好きっていうのむずなるほど、多いですね、はい、前向きですね、はい、スーパーストロングボッキマシンさん、はい、100回スクワットかっこガタオカあれ、ほう、100回出禁宣言して顔面洗濯バサミ仙台育英、ああ、ほう、100回デカチンしごいて自家発電ちょっと待ってくれ一回真っ暗にするんですか、一回真っ暗にするんですか、僕が僕がしごいてたら一回ついたら一回そんなことあるか、100回やってもらうて、なんちゅう投稿やその間俺らスクワットとかさ、ちょっと全然洗濯場所に入るのとか、なんで僕だけ時間ですね、デカチンもね、自慢のデカチン、俺ら見えなくなっちゃうから、そうそうそう、映すためにダメですよ、すごいってこれもありです、なかなかリアルね、あるか、現実的に一番ないやろこれが、のりこのりなさん、はい、玉筋ファミリーの皆さんこんにちは、じゃあ50分間にできることは、はい、安楽さんと大鍋つねさんが100回ハグするです、デカチンしごいた後にこれが楽さありすぎるやろいいね、デカチンハグしててほしい、だからその時はここに2人しようか、あ、俺らは飲んでる、飲んでる、誰の番組なんですか、声だけは出す、誰の番組なんですか、イエーイ、メイン2人ならわかりますよ、まだなんで3人見たいっていうね、いや、まあ、ハグのために大好きだっていう、あ、いいじゃん、で、デカチンしごいた意味変わってくるやろ、しごいてあげて、僕がしごいてあげれば一石二鳥で、なんで3つ足すんですか、玉筋ネーム、アラさん、はい、こんばんは、はい、改めて100回おめでとうございます、ございます、よだれあり、酔いあり、居眠りあり、パラッツォあり、そして、フライングありといろいろありましたが、フライングフライングあったっけ、あったフライング、フライングじゃなくてむしろ遅れてきた方が確かにそうですね、いろいろありましたが、はい、迎えてしまえば全てよしですね、いや、ありがとうございます、これからも頑張ってください、はい、オープニングお便り、未来永劫番組が続くことを祈願し、お、近い将来に向けて、うん、安倍監督解説片岡のモノマネ、お、100パターン作成青年隊は実況審判役みたいな感じで補助、なるほど、うん、そのシチュエーションやるみたいな、ね、まあ、安倍晋之助監督が近い将来ありえますから、まあ、全然いいですからね、片岡さんは実際野球の解説もしてますから、はいはいはい、その
ね、シチュエーションを想定して、うん、今のうちに練習しとこうと。なるほど。いうことですね。だから安倍さんの喋り聞こえないからね、どっちみち。そうですね。安倍さんは何て言ってるのか分かんない、ね。動きとかやって、ね、実況が片岡さんが安倍さんにやってるんですか、はい、何々してますねみたいなパターンを想定しとこうと。なるほど。なるほど。嫌ですね。パターンは。野球です。1パターンでもなんか考えられない。さあ、ということで、はい、今のが皆さんから出た100〇〇の案。あで、マジで数えていかないといけないんで、もう15分経つんで。確かに。うわ、本当だ。まあ、リアルにできそうなやつなんだろうね。なんすかね、リアルに言って。100回、その会議をなんか言う。100回。でもこれなんか、師匠来た人だもんね。そうですね、そうですね。まあ、おのおののやつとかですか、分散して。25のやつがでも結構良くないですか。一番、まあ、現実的な気がしますけど。じゃあ25部。はい。はい、25部。25部。安楽寝てないはさ、はい、いいけど別に。そう、はい、邪魔しちゃうじゃん、どうしても。そうですね。だから、あの。さてみたいな。あれは、おーいもあげるよ、じゃあ。おーい僕が50でいいやん、おーいって。ああ、もうそれは。おーいって、うん。え、なんだっけ、できんです。できんです、20が多くない？確かに。10あれでしょ。そう、10あれば僕いいです。じゃあ15は。俺もいつもブー、10回もやんないです。確かに。だから、20、15あげる。ああ、うん。いやいや、だ80、40。ちゃんと振ってください全員が全員が協力してください。アイルバック振りないといけないんだもんね。まあそう、うん。じゃあ40回アイルの瞬間から言わないといけないと誰かが誰かが。そっか、リアルにいったら多いとブーなんだよね、出るとしたらね。まあそうですね、一番出やすい、うん、じゃあ多いとブーを50回ちょっとやってみる。50ずつ、うん、目指して、はい、じゃあなるべくブーも出るようにしますし、うん、おーいって言いやすいような感覚の中で、はい、俺も今日はゆるゆるでやります、はい、そうですね、もう全然我慢する必要ない。僕もすぐ切れるんで、じゃあ、はい、気をつけてください。じゃあ今から、はい、30分後にスタートですね、うん、おーおおおすごい2個目だブーは174からスタートしたから、うんうん、874ね、うん、おーおお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 おはい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 。だから、50だから900、924まで。924。までいけば50。50達成。じゃあ多い数えてればいい。なるほど。924まで今日行くから。アンダーロープです。あ、すごい。すごいすごい。じゃあこっちは多い数える。多いだけ数えて。今何回？今2回です。おい、遅いやろ俺だけちょっと遅いやろ、ペースが。あの、さすがさん、おはようございます。うわーこれ関係ないから違うからこれもったいない喉がもったいない労力が、はい、あうるさいしクレーム来ないですこれあのこの器具して玉筋器具こちょっとこうしとかないとねちょっとそっち側にちょっとさあということで、抽選会もありますし舞台券も通常でありますので、はいはい、一度 CM を挟みたいと思います、はい、この番組は有限会社白神さんと小田原うろこさんと、はいうんリラクゼーションイラクさんとラーメンハヤト、うん、あラーメンハヤトさんは CM 流すんですけど、はい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 、8月31日をもちまして、はい、移転、はい、移転までの間お休みとなっておりますので、はい、今流れる映像はそのお店自体はもうないなるほど行ってもやってません、はい、ということなんですけど、はい、必ず移転後にやるということなので、はい、僕らはスポンサーさん続けていただく、はい、ということなので、はい一応 CM 流れします、はいはい、それから小田原こちらメンドコロガンテスさんの提供でお届けしております、はい、それでは CM ご覧くださいどうぞ、はい来ることができました。これもひとえにファンの皆様とユラクのおかげです。これからも僕はユラクに通い続けたいのあ、夢か。気持ちよすぎて寝ちゃってた。うん？お前こら！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 ユラク。おーおいお前やんねやろただカウントするだけでね、そのちゃんと感情込めてやるんですねそう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 、いいですか、はい、僕と私のブー体験おーおー
なるほどね、こうやって見せてくれるパターンもあるんですね、はい、初期の頃やってたと思うし、あ、なるほど、こういうもんですよって言われてたと思うし、第100回で、99回までで878ブーということなんで、まあ、今日はもうやる気みなぎってることですね、うん、確かに、今日であとだから、ね、50まであとまだ40回ぐらい、うん、そうですね、はい、いけるかもね、いけそう、うん、おあ結構来てますか、9通来てますんで、お頼みます、じゃそこで達成しちゃえばね、無理に俺はやる必要ないんで、9通、はい、の間にね、はい、だからもう舞台以外でも確かにそうです、ちょっと噛んだりとか、はい、そうですね、文章を誤字出すとかの文章噛んだり必ず、必ず今日は厳しめに、そうですね、厳しめに怒ってもいいしね、そんな、うん、あ、そうですね、確かに、あ、本当だ、確かにそうですね、今日じゃあシャッフルでいきますか、はい、はい、いや、おい、怒るじゃないやろ、あ、別にあったやろ、今までの回でシャッフルでいいでしょ、別に、あと、あと40、残り40ですね、はい、今日9通来てますのはブーなんですよ、はい、僕もブーです、うん、みんなで、はい、あ、そうかなんか真剣に捉えて中身が振ってたもんね、今ね、いけますね、みたいな感じで、余裕ですね、みたいな感じのいいやと思ってキョトンじゃないか、はい、石田さんが本当になんか固まりますね、一瞬、あ、言わんのかいな、顔で、せっかく稼げたもんね、映像で多分その病状が気づかなかった、そう、全然気づかなかった、5多いですか、今5多いですね、5多いと、そっちが6ブー、いや、ちょうど5ブーじゃん、あ、そうか、いや、5ブー、5ブーか、あ、なるほどね、74から始まる、同じ数なんだ、まだやる、なるほど、さあ、やっていきたいと思います、はい、まずこの方、じゃじゃん、お、タマスジネーム、植物パイセン、はい、はい、玉筋の皆さん、こんばんは。こんばんは。もう9月なんですね、うん、さて、ブー体験です、はい、少し前までアマゾンがセールをやっていたのですが、うんうん、私が買おうと思っていた商品は、うん、セールの対象外だったので何も買えませんでした、あ、今日は甘いですね、それはそうですね、いつもだったら許さない、はい、あれ何あれ数字おい働かんかい、さらに今ブーを今そのそう、ね、ブーをありがとうね、はい、そんな確認しないでくださいよみんなで協力、恥ずかしいみんなでちょっとでもブーを稼ごうとあ、そうなんだ、はい、で数字が何だったっけ、慣れないことすんなおい、慣れなさすぎでしょ、880、おー、素晴らしい、で、多いも稼げた、はい、稼げた、2稼げましたよ、うん、おお進まんかい、時間ないんだから今日は、あー臭い、臭いよ、近くだから早くマスク臭いよ、時間がないんだ、時間、ルーレット行きましょう、はい、ルーレットね、はい、ルーレットでパイセンに、はい、タが出ました、うん、タ、お、タが出た、あ、タが出た、タが出たということは、こちらの変態の文字が投稿によって変わるということなんで、今回はアマゾンですね、アマゾン、アマゾンと書かれたポストカードはカタカナでアマゾンでいいですね、ひらがなにしますよ、変態に合わせてね、何なのかわからんアマゾンでひらがなめっちゃエロいですよ、ね、ね、はい、アマゾン、うん、じゃあひらがなアマゾンを、はい、パイセンおめでとうございます、はい、ひらがなエロい、いいです、パイセンだけで3回ぐらい稼げる、確かにありがたい、調子いいですね、はい、さあ続いてはこちら、はい、玉辻ネームアラさん、アラさん、アラさん、ブタケン、先週とあるラジオに100回記念の投稿をしたら、うん、99回目だったこと、自分ですね、確か、あ、自分がやっちゃった、これのことですね、はい、100回おめでとうございます、謝ったそのこと、あれで心配になって確認しちゃいましたもんね、さっき、確かに、本当に100なのか、しっかりしっかり100です、あ、よかったです、これが101回目だったら面白いんだけど、過ぎてた、何なんこれ、ね、これはずっと何を、そしたらアラさんのこの投稿も無意味になりましたね、あ、そしたらまた間違えたさあ、じゃあアラさんが出たということなんで、はいはい、字が出ました、字のポストカードです、はい、今大井がちょっと差をつけられ始めて、いや、ちょっとやばいですね、ちょっとちょっと気をつけてください、そうですね、行きましょう、はい、続いてこちら、はい、玉筋ネームコルレオレさん、はい、僕と私のブタケン、はい、みちょぱのラジオでメール読まれました、おお、正直な話、ここで読まれるよりも嬉しかったです、そうだよ、以上です。そりゃそうやろ。普通でしょ、これ。普通体験や。すごい、みちょぱのラジオで読まれたんだ。すごいね。お、ただいました。また来た。お、すごい。じゃあ、みちょぱで。みちょぱ。いや、みちょぱさんや。みちょぱのポスト、すごくないですか？え、すごい。下ネタ投稿なのかな？それとも、確かにな、ちゃんとやっぱお気に入ってんのかな？それ次第だよね。青柳、さすがだね、青柳の話したのかな？青柳の話で勃起したのに、ね、読まれたらすごい。いや、だったらすごいですよ。みちょぱも頭おかしいけど、その投稿したスタッフも。うわ、今日よりによってこれの時にさ、下ネタじゃないのが悔しい。あ、確かにそうですね。確かに、ね、みちょぱってきて。みちょぱになっちゃって、うまい具合に回ってるんだね、世の中ね。さあ、続いてはこちらの方です。はい、玉筋ネームのりくのりのりさん、ありがとうございます、ブー体験、はい、健康診断であったこと、身長はどんどん縮んでいくのに体重はどんどん増えていきます、
もう一つ健康診断であったこと。健康診断の最後にお医者さんに、奥さん野菜が足りないよ、しっかり食べてと言われ、何も私は言い返しませんでしたが、私は独身です。おい、奥さんって奥さんって言われた。上手上手、まあ、この前の奥さんは別にね、そんな深いじゃなくて、確かに確かに、ね、ちょっとだけど、ブーですけど、はい、お父さんお父さんっていうので一緒ですけども、はい、そうですね、はい、間が出ました。あ、間の、はい、あ、さすが温存しただけあってね。そうですね、バンバン出てますね。のりこのりのりさん、ずっとちょっと休みがちだったんで、ね、確かに良かったと思いますね、はいはい、ずっと変なタイミング飲んでるんですよ、そのずっとその飲む時間ない。確かに、もうないわ。あ、いいですか、すいませんね。今のわざと？うん、いや、わざと、わざと、わざと待つってやつ、はい、あ、めくってない一個しかできんのかい。脳のしか一個しかできない。いいだろうが、一個しかできなくても一個自分がやると大事な仕事だ。緊張してたんですか、そのやらないのに。2個じゃない、めくるとしたら。今見逃したわけで、飲んどる場合からおい。何時目一人だと飲むタイミングじゃねえ。今飲んでるって仕事してるわけだから一つしかできない。次でキリバン888。ああ、素晴らしいですね。さあ、じゃあ続いてのお便りは、はい、いい調子ですね、やっぱりね。そうですね、確かに。いつもこのぐらい出た方が楽しいのかな。出血大サービスね、本当に。うん。あ、今出ました、ポストカードは。あ、谷口さん、待てが。まあ、まあのことから。はい。いきましょう。あ、玉筋ネーム、武蔵丸のりっぺさん。はい。ありがとうございます。職場で休憩前に自分のカードと数字の書いてあるカードを交換し、休憩に入り。自分のカードと数字の書いてあるカードを交換して休憩に入る。で、休憩が終わったら自分のカードを返却してもらうんですが、なるほど。たまに交換を担当している方に番号を見せて、ホニャララ番ですと言うと間が空いたり、しまいには数字のカードを渡してくるんですが、私滑舌悪いんですかね。むずいむずい、ね、職場のルールが全然状況浮かばないもん。確かに、まあ、休憩入る前にね、のりっぺって書いたカードを渡すのかな、はい、もしかしたら。なるほど。自分のカードで、1番、2番って、はい、休憩室みたいなのが、ね、言われて。わかんないですね、これ。それはわかんないですね。いやー、888がすごい終わっちゃった。88が1周連続できたもん、はい。おめでとうございます。字が出ました。字のポストカード。さすが第100回。いいペースじゃない、マジで。すごいですよ、これ。いや、違うんです、これ。企画がこれだから、それはこっちに全振りなんですよ。あ、そっか。じゃあ、抽選会で取り戻すしかないんだ。僕はだからそうですね。だからもうまだ12、3しかしないんで。あ、でも13いってんだ、はい、すごいね。あとそんな変わんない俺と32、うん、確かあれさんの方がいっぱい動いてる。15しかやってない、うん、まだ俺。え、逆にやば。そんな、そう、まだ15しか。逆にやばい。それめくり忘れじゃないの。あ、赤部がもしかいっぱい書いてるか。いや、僕はちゃんと書いてる。ちょっと書いてる、書いてる、書いてるな。そういうとこあるもんね。昔泥棒だったしね。おい、泥棒じゃねえわ。びっくりした、泥棒じゃないんかいじゃないよ。泥棒じゃないんかい。便利なもんですね。はい、いきましょう。玉筋ネーム、巻助さん。巻助さん。僕たち、裏返り。巻助さん。あー、あれですね。そっちですね。そっちで。裏返った方に。すごい忙しいな。今日みんな忙しい。今日みんな忙しい。収集つかない。確かに。よくないかも、このわちゃわちゃが。集中しとかないと。いや、忙しくあれよ、ほら、全員が。落ち着く時間なくていいよ、今日はもう忙しくあれよ、忙しいって抽選会があるからね。はい、そうですね。いきましょう、僕たちの。ちょっと待って、今いやで立って突っ込んでるだけなのに多いのところにやっぱり、違う一緒やろ。いや多いじゃないと、多いっていう、多いオンリーなの。俺見てないわ。立ち上がればいいわけじゃないんだから。違う、なんで僕だけガチガチ出すの。じゃあブーじゃないから。俺はちゃんとブーしてるの。ブーだもん。え、すいませんでした、ちゃんと、すいません、はい、どうもすんまそーん。おいおい、こんな言わすなよ。お前が増やしてる。こんな言わすなよ。こんな言わすなよ、すんまそーん。それ言えたじゃん、おい。これでずっと自己発電。確かに自己発電でかける。それ多い。あ、いい流れで、確かにデカちゃんしごいてますわ。デカちゃんしごいてますわ。巻助さん、はい、僕たちの豚源、はい、最近長女と出かけると宝くじを買うようになりました、はい、多くは買わないけど、うん、姉と一緒に当たりを確認するのが楽しみになりました。いいね、いいね。そんなある日、うん、いつもとは違う場所で購入、うん、ここはどのくらい当たってるんだろうと思って過去の当選を見ていたら、うん、2052年との記載が、未来まで売りに行ったんでしょうか。
ということで画像、実際の画像ですね。あ、本当に、ブーし忘れた、見てください。うわ、本当だ、間違えて初夢くじ、ね、どれどれどれ、え、本当だ、2052年1月え、これはそのこうなりますよじゃなくてですかね、これ当たったら、だから逆にこの売り場がこの時まであったら絶対買うべきだよね、はい、確かに確かに、うん、え、1富士賞、1富士賞とか1富士賞、あ、多分二鷹三なすびがあるとか、多分そういうこと、それが目が違うんじゃないかな、ね、多分2022年の打ち間違いだろうけど、なるなるなる、こうなると買ってみたよね。いや、そうっすね、2052年予言者みたいな、あれさんがその時が107歳まだご存命でした、あれさん何年後、30年後、確かに何十年ぐらい、完璧でこんな無やったらするでしょ、完璧超えてこんなしてたら頑張って働きますから。さあ、牧助さんポストカードは、はい、字が出ました、字のポストカードおめでとうございます、はい、残り3名、はい、シャッフルで、これじゃ、はい、ヌーマさん、はい、僕たちの舞台芸、はい、日曜日玉筋公式アカウントのツイートで締め切り今日の23時59分までです、え、投稿の締め切り早っと急ぎ投稿しようとしたら100回記念のプレゼントの締め切りでした。これはもうおいおいおい、ブーさせろこれは、え、ね、今日唯一出てないですね唯一の、逆にすごいですよ、こんなドル箱式でバンバンやってるのに、まさかの急に休憩だよね、あの、はい、抽選の締め切りと間違えてました、はい、っていう話ですけどね、はいはい、こんなんでも出ないなかなか、今日これはさすがですね、天才ですね、どういう気持ちなんでみんな出てるさあ、じゃあ今日、はい、玉筋ネーム復活パンダさん、はい、僕たちの舞台、はい、この間足の小指をタンスの角に思い切りぶつけました。あ、骨折したかと思うくらいの痛さで、その場にうずくまい大騒ぎしていました。するとそれを見た姉にお, いおいおいこれはしょうがないね、感動かい、まだ中盤だから大丈夫ですか、ね、はい、あまりの痛さで大騒ぎしてました、うん、するとそれを見た姉に、うん、大げさだなと言われ、さすがに腹が立ったので、うん、骨折したことないからそう言えるんだよと怒りましたが、うん、実は私も骨折したことはない、うん、早いめっちゃ痛いめっちゃ痛い、もう決め打ち決め打ちどうせ出るのと、うん、出ましたね、素晴らしい、いいペースよ、はい、魔が出ました、あ、魔のポストカード、はい、おめでとうございます、さあ最後の1枚で900超えるのか、はい、お、今日2枚抜き3枚抜き当たり前の世界、確かにそうですね、今日は何、え、何目指してんだっけ、800、924、もう過ぎてますよ、おお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 お824ってあの多いでいいのよ、別にアホまで言わなくてまず関係ないとか、おい、ずっとアホだとかさ余計ないとか、アホとかバカとかアホまではカウントしてないじゃん、やっぱりね、やってるわ、やってやって、やっぱりさ、数ちゃんと数えろって言うじゃん、おい、数数えろアホいやいやいや、あるよ、余韻だよ、走り出したら、走り出したらのやつや、走り出したら、あぶり出しましたよ、走り出したらのやつや、924を目指してる、ってことはもう25残り、そうです、折り返し地点、早っ、こっちは、こっちは今16ですね、全然だ、全然やばい、アホは何回言ったの今日、アホは12回言いました、誰に言ったかだけちょっと、あれさんに12回言いました、ゼロ12ゼロあ、900、あ、900回達成です、メモリアル、素晴らしいです、900回ブーしてきた、お、綺麗にいきました、すごいですね、900回やるってやっぱ1000、ね、年内1000目指してます、必要ですね、これ確かに来週からまたシビアになるでしょ、当たり前です今日だけシビアになる、いや、よかったですね、今日の方も、最後のブー体験です、はい、玉筋ネーム、スーパーストロングボッキマシンさん、今更今更第1回、確かに、第1回だったな、その名前は稼ぎ時ですからね、あ、そうか、確かに、確かにね、玉筋の皆さん、こんちんこ、おーい、おーい、そんな言うな、そして放送100回おめでたまきん、おーい、どこがや、どうなの、まあ、そうだよね、おめでとうにかかってないもん、
どこがかっておめでたまきん、おめでたまきんや、たまきんや、たまきんですよこれ、男がや、100回も休みなく続いたのは本当におめでとうございます。ありがとうございます。あずいのスタッフさんもおめでとうございます。ありがとうございました、いつも、下ネタオンパレード炸裂しながら100回つつがなく続いたということは、うん、まだまだ霜が足りないということですね、はい、さてそれはさとき、マクドナルドへ行ってチキンナゲット買うつもりだったのですが、チキンなやかべと叫んでる夢を見ました。全然違うじゃないか、マック関係ないや。だからおめでたまきんとチキンなやかべは全然何もかかってない。いやいやいや、もうこいつは誰だ。チキンナゲットとチキンなやかべかかってる。これかかってないやろ。言って5回ぐらい言ったから変わってくるんやろ。チキンナゲットとチキンナゲット、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 チキンナゲット。おお、やっぱ変わったやないかい。じゃあおめでとうは僕が言えば変わった。おめでとう、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 おめでとう。いや、おい、もう分からんぞ、これ正解どっちや。なんでさ、おめでとう、おめでとうまで言ってんのにさ、最後おめでとうならないぞ、どう頑張ってもどう頑張ってもならないぞ、これは。ブーが出たということで、はい、ポストカードいきましょう、はい、あ、字が出ました、最後字のポストカードです、はい、おめでとうございます、はい、さあ、ということで、はい、一気に稼ぎました。稼ぎましたね、だいぶ。ただ抽選会ですから、こっからがなかなか厳しいですね。確かに、アレさんが残すところ、もう16回だと16、17部、うん、そして今僕が今19か19多いなんで、うん、あと31多い31、うん、だいぶ多いぞ、本当に。今のはどっち？今のどっち？多いぞですか、当たり前ですよ。それはダメですよ。大丈夫、多いぞって立ち上がって、座りながらアホって言わないから。アレスさんしか無理じゃないですか、じゃあ。あ、またアシストした。アシストした、はい、ということで、はい、CM 明け、いよいよ、はい、プレゼント抽選会。いや、豪華ですよね、本日投稿してくださった16名、17名の皆様に、はい、全員に何かしらが当たるシステムとなっておりますので、はい、ぜひお見逃しなく。見逃した方にはあげませんのでね。分からんでしょ、別に。ということで CM を挟みたいと思います。ご覧ください、どうぞ。石台駅から徒歩5分、野球ファンなら絶対来てね。石台駅から徒歩5分、野球ファンなら絶対来てね。石台駅から徒歩5分、野球ファンなら絶対来てね。すいません、ハヤトラーメン一つ。へい、お待ち。タイ塩ラーメン一つ。へい、お待ち。台湾まぜそば一つ。全部入った。へい、お待ち。もう今ラーメン入って何も。醤油ラーメン一つ。結構大変ですね、お待ち。そう、うわ、新店舗に移動する。どうかな。さあ、ご覧いただきました、ラーメンハイトの CM なんです。おい、家みたいなやつ、これが一人。さっき、美味しいわけ、横の部分酒飲んで。それは今更でしょ。ラーメンハイトさん、はい、今日実はですね、僕とアレさんで、お手伝いという形で、そうそう、お店の片付けに、そうだった、行ってきまして、はい、今写真に映っ、あの映像に映ったような野球グッズとか全部外したりとか。なるほど。何ですか？いや、その前のこの、これは何？いや、気合入れて。寝とるやないか、ほぼ。酒飲んで、家になっと。いやね、あの先輩がスポンサーさんの話をしてる時にこうやってやるってあんまないから、なんだったのかなと思って確認の。意味があるんだ。9月10回です。で、ラーメン屋さんに、はい、お手伝い行ってきまして、はい、一応なんかね、こんなお知らせがあるということで、なるほど、ちょっと画像を見せていただけますか、うん、ラーメンハヤトさんからいただいている画像で、はい、はい、なんと9月8日以降ですね、はい、ラーメンハヤト店内の方でですね、はい、フリーマーケットをするということで、めっちゃいい、実際にお店で、うん、使ったりいろいろ飾ったものとかも含めて、あと普通にシンプルに、お引越しもあるということなので、なるほど、あの大ママ、はいはい、ラーメンハヤトのママさんの、ママさん、はい、大ママの着ていた着物と、はい、着物、洋服、うん、とか、あとキャリーバッグが13個ぐらいあったんで、いやいやいや、今日その13個を、うん、
あの出しにリサイクルショップに出しに行ったんだよ、ね、そう、2人で、ね、2人で車を乗っけて13個積んでリサイクルショップ行って行って、そしたら、うん、なんか状態が悪くて、あの9個返されて、もったいな。そういうのも、うん、状態が悪いって言ってもあのちょっと汚れてるだけで綺麗にすれば使えるし、キャリーケースすぐガチャガチャぶつかってさ、黒黒黒になっちゃったりする、ね、そんな感じのやつ。そうそうそう、で今ラーメン入ってたの店の外には、はい、あのコップ自由にお持ちください状態で、ぜひともあの時間あったらラーメン屋さん行ってみてください。お願いします、はい、さあ残り10分いきましょう、はい、大抽選会の前にですね、CM 中にコメントいきました。どう今の、今のはじめましての方ですね、はい、うんこまなしみまさん、はい、おーい外した。おい変な感じだよ、ブー呼ばれたかったですね。さあ行きましょう、はい、今回あ残り10分、はい、はい、ということで今回は全員にプレゼントが当たることになっております、はい、うん、はい、今から名前を読んで魂でも読んで、はい、何が当たるかを読んでいくというシンプルな作業となりますので、はい、まあ、17人ですね、はい、そうです。でも今日 いつも委託ああいうのないんだよね。あのね、今回その、うん、その場しのぎのものなしです。あれしのぎは大笑いとか、大笑いとかなし、そういうのない。なるほど、全員に何が届くという。なるほど、必ずプレゼント100回記念なんで郵送料かけていこうと。素晴らしい。早速やっていきたいと思います、はい、でも目玉商品って何なんですかね。確かに何が今こういうのとかで嬉しいんだろうな。まあ、全部ほぼ横一線か。そんなことない。川上健進さんみたいなやつもないでしょ。まあ、確かに。まあ、玉筋グッズで。そうですね。いきましょう。一人目、はい、玉筋ネーム巻助さんには、おお、何ですか、あれしんのすけのパンツ。おお、すごい。マジで、マジ、何がマジなの。すごい、さっき言ってたやつ。いや、楽屋で、あのお腹が可愛い。確かに、うん、俺のパンツ、パンツプレゼント、うん、マジでどうすんの。パンなんだから。え、いいな、もう使用済みパン。使用で、洗わない状態ですか。え、今日今履いてるやつ。じゃ今履いてるやつ。犯罪やろ。もう後ほど送らせていただきます。やば。さあ行きましょう、続いてこちら、はい、玉筋ネームあらさんには、おミニタオル G。 お、はい、ミニタオル G、 ミニタオル G、 G はあらさん、はい、ですね、この番組で、はい、まあ、販売はしてない試作品のような形ですね。試作品のような形で、はい、うわ、作った、だから非売品です。あ、僕のか、僕がの字自体か。字の昔の、はい、なるほど。はいはいはい。ちょっと前に行って見せてあげる。おい、お前が堪能すなよ。字をプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。うわー、いいな。これ、それから続きまして、はい、こちら、じゃじゃん。あや、あれしんのすけ大好きファンさん。はい。もうパンツは、ね、もうパンツはないよ。パンツ出ちゃった。確かに。お、あれしんのすけ。あなたの似顔絵画像をプレゼント、うん、おー、すごい、素晴らしい。欲しい人に全部言ってんじゃない。でも山村さんにはね、一回書いてあげたことあるんだよ、うん、それは色紙かなんかですか。色紙なんか、そう。あ、じゃあ今回待ち受け画像というのも、ね、なるほど、データになるんですね。希望があればあれさんとね、ハグしてるやつとかでも書けますからね。パンツの画像もね、パンツもね、パンツも送りましょう。じゃあパンツ姿の俺ね、パンツ姿の俺を書けばいいのね。あなたの似顔絵画像がなくなっちゃう。あ、そう、じゃ あ俺のパンツをかぶった山村さんの。めっちゃいい。本人が望むなら。あ、来ました、玉筋ネーム小松金玉さん、はい、お、ミニタオルタ。お、これですね、タってことは、当時のタですから、はい、あ、あんなさんね、おめでとうございます。金玉行きです、こちらですね、はい、なるほど、金玉にタが行く、ね、金玉がね、なんかちっちゃいのかな、字よりちっちゃい。あ、なんか意外と試作品だから大きさがね、本当だ、全部違う、字が一番でかいの、ほんと非売品みたいな。比べたいのなんでずっと、もっとなんでこの寄せんの、ずっと大きさを比べたいからさ。なんでキープしてるんですか、まあね、ちょっと大きさ違う。ちょっと俺今もうブー休んじゃってる。やばいやばいやばい。いっぱいやるところあったの。まだ。安楽の50天然ボケに負けてる。さあ行きましょう、はいはい。続いては植物焙煎。はい。お、ミニタオルス。おお。ミニタオルがどんどん出てくる。確かに。スは私バージョンです、ね。おめでとうございます。植物焙煎はね、最近玉筋を聞き始めて、投稿を始めてくれた。素晴らしい。100回以降、101回目からね、躍動していただきたいですね。はい。うん、続いてはこちら。玉筋ネームカッツさん、カッツさん、カッツさん、はい、こちらプレゼントが、あ、はい、玉筋 T シャツ S、 おお、 S サイズ、すいません、サイズはね、こちら抽選とさせていただいてますんで、すいません、はい、
ょっと切れるか切れないかはあれなんですけど、これですね、これも試作品、はい、玉筋と書かれた T シャツ、はい、カッツさんおめでとうございます。さあ続いてのプレゼントはこちら、はい、玉筋ネームひよこ豆さん、ひよこ豆さん、あミニタオル、まおお、じゃあミニタオルで揃った、全部いきましたね、ミニタオルが出ましたね、ガタオカバージョンのミニタオルですね、素晴らしい、こちらをプレゼントおめでとうございます。ミニタオルで揃いました、そうですね、すごい。さあ続いてはこちら、武蔵丸の一平さん、はい、には、こちらサインボール、おおおお、どっち、あれじゃん、武蔵丸のりっぺさんが欲しいって言ったやつだから採用したのに、ちょうどそうなの、あの前回の投稿でサインボールがいいっていう話をのりっぺさんが投稿して、そうか、すごいな、でサインボール、あれしんのすけの方が、おーすごい、素晴らしい、あれしかも、さんと、これしかも、ラーメンハヤトさんが、うん、あのプレゼントしてくれた、うん、ジャイアンツ球場で実際に選手が使ってた練習ボール、はい、そうなの、そう、マジですか、それに僕たちが落書きしてた、いやいや、勝ち下がるやないかおーい、勝ち下がるやろ、実際にそのままサインなしであげるのは、うん、ジャイアンツに、そうですね、ダメかなと思って、こっち俺らのオリジナルですね、はい、しっかり、はい、ちゃんと汚れてますしね、こうやってね、そう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 、さっき俺が汚してきたんだけど、おーい、やばい、俺もブーやばい、俺もブーしない、何がボーッとしてる、もうやばい、休んでる、何がボーッとしてる、完全に休んでる、全て笑うとかだろ、無視って完全に休んでる、いきます、玉筋ネーム、はい、チカさん、おちかちゃん、チカちゃんですね、T シャツ S、 お、玉筋 T シャツ S、 さっきので、はい、さっきの、はい、同じやつが S が2個あります、ね、はい、おめでとうございます、チカちゃんね、玉筋 T シャツ着てね、うん、ぜひ待ち合わせてください、ね、さあ、長寿合わせていきましょう、はいはい、玉筋ネーム、青空さん、青空さん、玉筋トートバッグ、おお、出ました、1個しかないやつ、1個しかない目玉商品かも、これも試作品、玉筋と書かれたトートバッグ、はい、おめでとうございます、これ世界に1個しかないんじゃないですか、そう、世界、俺らも持ってない、そうだよね、確かに試作品だったんでね、そう、すごいな、さあ行きましょう、はい、惑星チョムラーマたい焼きさん、はい、あ、読売2つタオル、かっこサイン入り、お、お、出ました、出た、これは僕らのグッズですね、はい、そうですね、はい、に、4人のサインが、坂友以外のサインが書いてあるですね、はい、全員書きましたね、これ、惑星チョムラーマたい焼きさんが、はい、ね、体袋に使っていくと、おい、嫌やろ、ここ書かれるの、なんか顔の部分でいいでしょ、別にさあ行きましょう、はい、スーパーストロングボッキマシンさん、はい、あ、キラキラ缶バッジ持ってんじゃない、持ってる可能性あるこれはね、まあ、前回までやっていたミニ缶バッジを全部集めたらもらえるやつ、はい、そうですね、みんなが全部集められなかったんでいっぱい余ってますこれをプレゼントにしました、はい、すいません、はい、こちら、はい、ゆうとさん、たまさにゆうとさん、ゆうとさん、はい、I'll be back voice 全12種類、違う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 、おー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 ないよ、12、1種類やろ、見たの、例えばおはようバージョンの I'll be back は I'll be back、 こんにちはは I'll be back、 というの12種類、いやいやいや、1種類やらけ、12個送るだけやろ送るんで、ゆうとさんにね、ちょっと DM でボイスを送りたいと思います、よかったですね、ゆうとさんね、はい、こちら、はい、玉筋ネーム、うんこまやしムーマさん、はい、T シャツ L サイズ、おお、いいんじゃないこれ、切れんじゃないムーマさん、まあ、L 切れる、はい、玉筋 T シャツ L サイズおめでとうございます、おい、ちなみに L も1個しかないんで、おお、すごい、はい、さあ残すところ3人ぐらいですかね、はい、玉筋ネーム斉藤さん、斉藤さん、お、お、 T シャツ M、 お切れるか斉藤さん、斉藤さん切れるか M、 素晴らしい、もし切れなかったら職場の女子大生とかにね、はい、あげて、でこんな番組やってますね、はい、ぜひバレちゃいけないあ、いけそういけそういけそう、はい、いけそう、さあ続いては、はい、じゃん、のりこのりのりさん、はい、 T シャツ M、 おお、のりこのりのりさん着れるかな、いつもねサイズ気にしてらっしゃいますね、まあまあ着れますよ、着れますよ、さあラスト1枚です、なるほど、なくなったぞ、復活バンダさん、はい、サインボール青年隊、あ、そうだ、本当だ、青年隊のサインが入ったボールとなっております、こちらもジャイアンツ、ジャイアンツの公式、おー、すごい、ということで、はい、以上となります、おめでとうございます、13、14、15、16、17名、おめでとうございます、この17名の方にはですね、はい、3年以内にプレゼントをします、おーおーおーい、あれさん死んでるでしょ、おー、逃げる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 、おーもうタイムスリップじゃないか、どっち、マジか、さあ残り1分半ということで、あと2個、第100回終えてどうですか、アンラブどうだった、第100回終えてみて、
なんすかね、まあ。おおい、あるやろ、なんか一個ぐらい。ヤカメはどうだった？いやー、うん、チンチンでしたね。おお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 お38! さあ、ということでね、ちょっと乳首触っていい？おーい気持ちいいやろアホ、うるさいな。おーい、これ押せないかんのよ。あ、押さってないかと思います。ありまーす、これいらんから。これいらんから。なんでそれ被ってんの？ありまーす。いやー、行きませんでした。残念でしたね。あ、行かなかったんだ。残りの8回6、7、8、うん、足りなかった分はじゃあ9回ですね。 Twitter の方で多いとつぶやいていただいて、なるほど、ね、そしてゆうとさんにはですね、アイルビーバックボイス全12種類全とかないダースで売ってないです。アイルビーバック全部変えてよ、ちゃんとね。全部ね、同じやつ12個送っちゃダメよ。なるほど、ね、1個ずつちょっとだけ違うとか。なるほど、ね、あと寝起きバージョンとか、はい、ね、目覚ましに使いたい。なるほど、あ、そうですね。ぜひとも、はい、この101回目以降も玉筋をご覧いただけたらと思います、はい、以上、読売ルーツの玉筋でした。マジ。おお、なんで初回じゃないし、なんだって、なんでやってないよ。え、マジなんて言われた。何ですか、マジかって言った。何っ終わる悲しさってことか。そうそうそう、あ、もう終わった。あ、なるほど。そんな、なんかそんなこにおくなって最後ちょっとまあまあでかかったし、声も。以上、ヨメルトの高水でした。ありがとうございました。さすが斉藤さん、ごちそうです。あー、この耳どうやってすればいいんだろう。クミミミミミミミゴミのことならわかるんだ。古代だとヤマトを守るんだ。ゴミの分別大事だね。ゴミのことがよしだ。クミミミミミミミゴミはあるべき場所に。嘘をエンロークもう後で手を振ってよ。ゴミのこと